の番だな。大きな山が見えますね。ここは思った以上に大きな島かもしれません。ここに助かった方がいるといいのですが。
木の上になるか。何かあるぞ。
どうされたのですか？何なのです？いいかい？ごめんなさい。お助け。お兄ちゃんたち、ここで出会ったのは縁だと思っておじさんを助けてくれ。戦うしかないのですか？弱点はねえのかよ。
おかげさまで助かった。お二人さん愛してるぜ。感謝の意を伝えたつもりだったんだが、言葉で伝えていただければそれで十分です。なんて品のない人なの。もしかして。お、そうだそうだ、出稼ぎ先から故郷へ帰るために乗った船がまさか沈められちまうとはな。わしの名前はサハド・ノートラス、グリーク地方出身の漁師だな。よろしく頼むぜ。ラクシャです。ラクシャ・フォン・ロズウェル。アドルニー、ラクシャ嬢ちゃんか。それにしても流れ着いた先がよりにもよってセイレントとはな。知っているのですか。おお、グリーク出身ならガキの頃一度はこう叱られたことがあるはずだ。悪さをする奴はセイレントへ島流しにするぞってな。このわしもよく親父に脅されて、その度に正面ちびったもんよ。それだけ地元でも恐れられている場所なのですね。このような獣が潜んでいることも知られているのですか。いや、少なくともわしは今日初めて知ったぞ。有名な話だが、セイレン島に近づこうとする船は全て沈んじまう。ここが実際どんな場所かなんてこれまで誰もわからなかったはずだ。たまに上陸したなんていうやつもいたが、どう考えても眉唾もんだったぜ。もしかして。いえ、まだはっきりとは。とにかく調べてみないと。それにしてもついてないぜ。浜辺で拾ったこいつをあの獣の顔に偶然ぶつけちまってな。ご信用にと思ってな。わしが漂着した浜辺で拾ったんだ。誤信どころか逆にひどい目に遭わされちまったかな。
お？ちょっと。だがこれで一件落着だな。なんだか私どっと疲れました。奇遇だな。わしもあいつに散々追い回されて疲れちまった。お？おかげでこの通り腹ペコだぜ。そうだ、お前さんたちの拠点ってところへ案内してくれよ。Yeah!
か。何かあるぞ。Thank you.
どうやらこの分だと他にもまだ漂流者がいそうだな。お？あなたは？この付近を調べている時に偶然出会ったのだ。よ、アドル。悪運の強さだけはお互い相変わらずってところか。おお。ああ、見ての通りピンピンしてるぜ。このドギ様がそう簡単にくたばってたまるかっての。あの後、漂流物に捕まってなんとかここへたどり着いたんだ。まったく、毎度のことといえ、お前さんといると本当に退屈しないぜ。まあ、お前さんほどじゃないがね。なんなのですか、この二人は。冒険家ということなのだろう。なんだか知らんが楽しそうな兄さんたちだな。アドル、今日はお互いにいろいろあったようだ。今後のためにも一旦情報交換しておいた方がいいだろう。見ての通り、ドギのおかげで少しだけ拠点も形になってきた。もう日も暮れるし、今日はこのまま休んでいくといい。Thank you.
you